たった今、巨大隕石が大西洋の真ん中に落下しました。 NASA の新しい赤外線望遠鏡のおかげで前もって検知し、衝突に備えられました。しかし危機は続きます。ハイパーケーンが発生したのです。え？ハイパーケーンって何？隕石の衝突よりも危険？地上の生物を全滅させる？これがホワットイフ、もしだったら。今回はもし大西洋上に超巨大ハリケーンが発生したらを見ていきます。6600万年前、隕石が地球に衝突し、恐竜は絶滅。なぜ隕石が落ちた場所だけではなく、地球全体の生物が滅びてしまったのか、科学者は今もその謎の解明に取り組んでいます。マサチューセッツ工科大学のエマニュエル教授は1995年、その謎を解く鍵がハイパーケーンにあると提唱。巨大で危険なハリケーンは、水とエアゾールの塊を大気に送り、大気の化学構成を変化させ、オゾン層を破壊。そして生物が環境と気候に適応できなくなったというものです。ハイパーケーンを現状のハリケーンのレベルと比較してみたら、人類が生き延びる可能性はある？まずハリケーンの仕組みから見ていきましょう。通常ハリケーンは暖かい海水と大気の乱れによって生まれます。水深45メートルで水温26度、そして強い風。そこからエネルギーを得て、次から次へ海水が蒸発。水温の上昇、冷却、雷雨をもたらす雲へと凝縮。海水が蒸発する量が多ければ多いほど、風力が強くなり、渦巻きの嵐が生まれます。サファ・シンプソンスケールは、風の強度によってハリケーンを分けています。カテゴリー1の風速は119から153キロメートル。カテゴリー5は風速251キロメートル以上。多くの死者を出したカテゴリー5のハリケーンカトリーナがその強さをよく表しています。アメリカのメキシコ湾岸に上陸した際、最大風速280km、死者およそ2000人、被害総額はなんと1250億ドルにも及んだのです。しかしハイパーケーンはそれより4倍も猛烈。エマニュエル教授が予測する大きさは、風速が最大 804km、 高度 50km、 幅は 4000km、 ほぼアメリカ全土と同じ大きさです。こんなことが本当に起こる？隕石の衝突に戻ってみます。恐竜を絶滅させたものと同じ直径 12km の隕石が大西洋に落下。すると海水は50度まで上昇。発生したエネルギーは48時間以内にハイパーケーンを形成。危険が迫っています。隕石がもし予期せずやってきて、まだ飛行機が飛行中だった場合、ハイパーケーンによって混乱が生じます。パイロットは強烈な乱気流に耐え、緊急着陸を試みる必要があります。地上にいる我々は地下シェルターがない限り助かりません。シェルター内やハリケーンから離れた場所にいたとしても、屋内で栽培できる作物や数年分の十分な電力を蓄えなければいけません。地上は破壊され、放射能から人を守ってきた保護オゾン層も失われているでしょう。
どうしても外に出たい場合は防護服を着用してください。皮膚がんになる恐れがあります。ただしこれはまだ序の口。太陽光の強烈な放射能のせいで小さな植物は光合成ができなくなります。光のエネルギーを成長に生かせなくなると植物は死に絶えます。食物連鎖が壊れ草食動物は餓死。しばらくは他の動物はその死骸を食べて生きられますが、いずれ食料供給は完全にストップします。幸運にもハイパーケーンが起こる可能性は低いでしょう。しかし2019年だけで19000個、1週間に約30個の隕石が地球付近で見つかっています。隕石の脅威は科学者たちによって常に見張られています。一方、気候変動のせいでハリケーンが今後より強烈になり危険性が高まるとの指摘があります。備えあれば憂いなし。ハリケーンを核攻撃するとどうなるのでしょう。それはまた別のホワットイフで。